この物語はある日師匠に115種類の魚を釣れと言われた男の物語である。アドベンチャーの世界にご案内しますよ。かかってる。なんだこの魚は。この魚なんだ。巨大卵みたいな形の魚です。なんだこれ。魚が取れました。魚が取れました。てなわけで。なんだかこの川の主はすごそうだな。なんか鳥がいますね。なあれはなんだろう、サギかな。こう自然と戯れてるとね、いろんな生き物と出会えるってのがね、いいですね。鳥がいるってことは魚を探してるってことかな。ということはやっぱりこの川には魚がいるってことか。釣り上げたいぜ、釣り上げたいぜ。今ちょうどね、釣ってる時にアメンボがいたんですよね。皆さん、アメンボウがなぜアメンボウと呼ばれているかご存知でしょうか。アメンボウ自体の匂いを嗅ぐと甘い香りがするんですよね。甘い香りのする棒みたいな体ですからアメンボウと呼ばれているんですね。そしてアメンボウがなぜ水に浮くかと言いますと、アメンボウのですね、足から油の成分が出てるんですね。油ですから水に弾きます。その水に弾くもので水と油が弾き合って、それを浮力となってるわけなんですよね。ですからそのアメンボが浮いている近くに洗剤を垂れ流すとですね、まあ川ですから垂れ流してはいけないんですけど、洗剤を垂れ流しますと油が溶けますよね。ですからアメンボはその時溺れるんです。沈んだりして溺れてしまうんです。あの水に浮いているアメンボが周りに洗剤を垂らすと溺れるんです。知ってました？私はいつもトークで溺れております。何か連れてくれ、お願いだ、頼むよ。浮き合いはポコッと言いましたね。浮きがポコッと言いましたけれども、何か来てるかな。来てる？怪しいな。一瞬ポコッと言いましたけどね。つーらてくらい。浮きがポコポコ動いてるな。ちょっとミミズにちょっかいを出され、今沈みましたよね。もう完全に食ったら引き上げるけどね。どうだろう。微妙。ちょっとね、ここの川の主を釣るまでは帰れませんからね。ねえ、餌はでかいか。
どうなんだ今、絶対何かしらが浮きにちょっかい出して、何かしらが引っかかってる感じするぜ。どう？確信につながってないな。うん。お、来た来た、ああ、ダメだ、惜しかった。今あの浮きがかなり沈んでヒットしたと思ったんだけどな。結構沈みましたからね。いやー、なかなか釣れませんね。結構時間だけが刻々と過ぎていっております。魚よ引っかかれ、魚よ引っかかれ、念じている今日この頃、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私は魚が釣れるということを夢見ながら佇んでおります。待って、今浮きがポチャって沈んでるよ、沈んでるよ。これ何？誰かが食べてるんじゃないの、ミミズを。私のどうする、あげてみる。ちょっとあげてみるか。餌食われてるか、これ。あー、餌取られてるよ、取られたよ。ちょっとね、日中明るいうち釣りをしてまいりましたけれども、まだまだこのね、川ということの、明るいうちにね、まあ、釣りをしてるわけなんですけれども、まだまだね、この川のポテンシャルはこんなものではないだろうという、ちょっと思った節もあったので、ちょっと夜まで今回、まあ、ちょっとやってみようかなと。夜釣りもなんか釣れるっていう話はちょっと聞いたことあるんで、ちょっと夜まで粘ってみるかなっていう、ちょっと今そんな思いでいますので、夜釣りやっちゃいますよ。うまくね、逃げたわけですけれども、何？行くぞ、焦らず行くぞ、焦らず行くぞ、焦らず行くぞ、引っかかってるぞ、なんか来て、でっけえぞ、おい、でっけえ、なんだこれ、ちょっと待って、ね、リールが絡まったぞ、リールが絡まって巻きも動かなくなったぞ、リールが。待って、手で行くのか、手で原始的に引っ張るのか。ちょっと待って、落ち着け、手で、リールが今ぶっ壊れたから手でやるぞ、網を設置するぞ、網を、何かが引っかかってるぞ、この先には。何がいるんだ、離れたよ、もう一個離れた。寝がかりか、寝がかりじゃないぞ、魚だぞこれ。ちょっと待って、え、また逃げたか。逃げてないぞ、ついてるぞ、ここの先には。ちょっと待って、ここでビールがさ、セッティングが、ビールのセットがさ、折れるぞこれ、折れるぞ、竿が折れるぞ。ちょっと待って、ビールのセットがどうなってるの、ぶっ壊れてるぞ、ビールのセッティングが。セッティング、ちょっと待って、おー、プルプル言ってると、セッティング、オーブン、化け物だ、主だ、主だ、大丈夫だ、ちょっと待って、戦いは終わってないぞ、まだついてるぞ、
ついてるぞ、ついてるぞ。確実になんかこの先にはここの主がいる。この主が、おめっちゃ折れるぞ、折れるぞ、折れるぞ、折れるぞ。折らせないぞ、折らさ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 ないぞ。ちょっと待て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 、折れるぞ折れるぞ。いいよ、ちょっと待て待て待て、折れるぞ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 。なんかいるぞ。どこにいる？見えんぞ見えんぞ見えんぞ。どこ、ブルブル言って、ほらこのセットがさ、セットがちょっと待って、セットがほらギールのセッティングができてなかったんで、ちょっと待って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 、ギールのセッティング、ちょっと待って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 、いい神様、神様つらしてくれ、神様。大丈夫だ、あ、まだ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 、大丈夫、まだ、まだいる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 、ちょっと待って待って、ちょっと待って、めっちゃ、めっちゃこれ耐久戦じゃねえかよ。ちょ、これさ、ギールがさ、ビヨンって伸びちゃうんだよ。セットの問題なのか知らないけど、ちょっと明かりも灯されない、明かりも折れるぞ。さあ、ちょっと待って、ほらニールが追っついてねえぞ、って切るぞこれ。ちょっと待って待って、化け物だぞこれ、化け物だぞ。ちょっと待って、夜中に化け物と戦ってるぞ。待て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 、絶対釣り上げるぞこの化け物。化け物の正体、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 これやらせじゃねえぞこれ。ちょっと待って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 、何これ、これ、ま、ちょっと待って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 、姿見が見えない、姿見が見えない、ちょっと待って、姿見、もう手で引き上げたい、手で引き上げたい、竿が折れちゃうから、竿が折れちゃうし、竿が折れちゃう、ちょっと待って、すっげえ、ちょっと待って、手着でいくぞ、手着で、ちょっと待って、これさ、下手したらまた、またさ、またさ、切れるから、ちょっと待って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 、また切れるから、切れるから、いる、このお客さん、お客さんご覧ください、この下に化け物がいるからね、今化け物がいるからね、この下に。ちょっと待って、全然全貌が見えてこないぞ。あ、一人で一人で、ちょっと待って、いや、変に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 糸こすれたくない、糸が切れるから、糸が切れるから。なんかいるぞ、なんかいるぞ、こいつなんだ、ついてあげた、ついてあげた、くつれた、ついてた、ついてた、ついてた、なんて化け物だ、化け物がついたぞ、化け物がついた、巨大ナマズだ、巨大ナマズがついたか、ついたぞ、やったやったぞ、ついたぞ、ついたぞ、ずっとこれはすげえ、やった。オフ危ない、あの背びれ危ないんで気をつけて、背びれさ、うん、ちょっとどうしよう、どうしよう、あー疲れた、あー疲れた、あー疲れた、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 でも途中で、あ、iPhone が落ちた。iPhone が落ちた。ちょっと待って待って待って、どうしよう、あれに、ちょっとどうしよう、どうしよう、どうしよう、何、取れました、iPhone が落とされました。暗闇の水の中に。
これでかくないっすか、これサイズでかくないっすか、マジで。え、余裕で60ぐらいあるんじゃないですか、これ。師匠に言われ始めた釣りもこれでようやく3種類目。穏やかな川の流れに身を任せ、明日はどこへ向かってどこに行く。服にお金はかけません。足のサイズは25、履いてる靴は27。夏でも唇乾きます。